どうも、ゲームです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は J1 第20節京都サンガ戦のマッチレビューをやっていきます。ホームに京都を迎えた試合は 2-2 のドローで終わりました。正直内容的には勝ちに値したと思うんですけども、ミスから失点したっていうところも含めて、そのミスの捉え方だったり、そういうところについても考えていこうと思います。今回も戦術ボードを使って分かりやすくお話しいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。浦和レッズサポーターでチャンネル登録がまだの方は登録も忘れずにお願いします。はい、今回の動画では3点お話しします。1点目は浦和が前節と比べて、取り戻したボール保持の時の裏と手前のバランスについて見ていきます。2つ目は少し心配な浦和の守備について、ショートカウンターがなかなか出せなかったっていうところについて見ていきます。3つ目は2失点目のミスの捉え方で、戦略的なメリットと比べて見る必要があるということについて話していきます。では早速やっていきましょう。はい、1つ目は取り戻した裏と手前のバランスについてです。前節のガンバ戦では、ボールを持っている時ですね、その時の選択肢だったりアクションが手前に寄ってしまったっていう話をしたんですけども、今節ではそのバランスが改善して良くなったのかなと思います。この試合では松尾とあとモーベルクですねが先発していたので、この2人と秋元が結構高い位置を取ることが多くって、でまた裏へのアクションも多かったので、前節のガンバ戦よりは裏を狙っていく選手っていうのは多かったのかなと思いますね。でやはり京都はハイプレスを仕掛けてくるというところで、ウイングが中側のところで前に来たり、インサイドハーフが宇高を追い越していくっていうところもあったりして、全体的に前へ前へっていきたいチームなんですね。で、その裏に対してしっかりと松尾が出ていくだったり、秋元は背負うことも多かったですけども、そういったところと、あと最初のモーベルクの立ち位置が相手の最終ラインに近いところにいるので、最前線に3人を確保しつつ、相手のディフェンスラインを牽制するっていうところはできていたのかなと思います。相手のサイドバックが前に行ったところの裏っていうのを松尾が取っていくだったり、そういったスピードもあったので、実際に高い位置を取るっていうところと裏を狙うというところで、実際にそこを使うっていうところが、ガンバ戦よりはできていたのかなというところですね。でもちろんそれだけではなくって、後方で繋いでいくっていうところも、バランスよくできていたのかなと思います。浦和の後方のつなぎでは、岩尾をアンカー気味にしたこのひし形のところですね。西川を加えたところで、ショルツ、岩波、岩尾で、ひし形を作るっていうところからスタートすることが多かったです。でこれに対して京都は宇高が例えば西川まで出ていったりっていうシーンもありましたし、インサイドハーフの竹富が浦和の最終ラインまで迫ってくるっていうシーンもありました。ただ浦和としてはその動きを見たところで、宇高が出ていったならその背後が空く。なので岩尾が西川からのパスを受けて前を向くっていうシーンは前半から何回も作れていましたし、こういったところでフリーマンを作れれば最前線にいる松尾だったりモーベルク、秋元っていうところが相手を押し下げている。で、裏も狙えるっていうところで、相手の前へずれてくるっていうところを防止するという意味合いもありました。そのおかげで、中盤で京都のハイプレスが来た裏側でフリーになる人を作れるっていうところ、そういったバランスの良さによって、後方からつなぐこともできるし、裏も狙えている。そういういい循環っていうのはできていたのかなと思います。例えば、宇高が西川まで出ていって、岩尾に入ったところで京都の選手は誰も行けていないっていうシーンが何回かあったと思うんですけども、それもしっかりとね、相手の背後に3人を残しているし、後で少し解説しますけども、敦貴の立ち位置だったりとか大久保の立ち位置ですね、そういったところで京都の中盤が前にずれるのを防止するっていうことができていたので、フリーマンを作れたというところですね。つまり前に行ってしまうとその後ろを使われるんじゃないかっていう選択肢を突きつけられていたというところですね。相手に迷いを与えるっていうところが必要なので、そういう狙いができていたのかなと思います。でこの試合の敦貴の立ち位置なんですけども、この試合はどちらかというとダブルボランチというよりは岩をアンカーに据えて、敦貴は相手の中盤のラインですねっていうところの背後に潜っていく役割が多かったです。で基本的にはここのハーフスペースのところですねを取ることが多くって、相手の中盤の背後でボールを受けるだったりとか、モーベルクが大外にいることは多いですけども、モーベルクとあと酒井と敦貴ですね、この3人の関係性でローテーションするっていうところ、モーベルクが裏に抜けることもありますし、モーベルクが降りてきたところに対して酒井がサポートに行くっていうところ、それに合わせて敦貴が裏に行くとか、
まあ、月が横のパスを受けた時に酒井が裏に抜けていくとか、まあ、そういったローテーションができていたので、まあ、この右サイドでこの3人で相手の最終ラインの裏を取って折り返すっていうシーンは前半からよく作れていたのかなと思います。12分10分の左サイドからやり直して岩波から縦のパスが敦貴に入って3人で崩していくみたいなシーンもあったので、まあ、そういうのは良かったのかなと思います。はい、二つ目は浦和の守備について見ていきます。まあ、前半からボールを持つ時間自体は京都の方が長かったんですけども、まあ、この試合で若干ハマりが悪かった守備の面っていうのもあるのかなと思います。まあ、もちろん攻撃の時に裏が空いていたので、積極的に裏を狙っていく。京都もハイプレスを仕掛けてくるので、どうしても展開自体は少し早くなるっていう面もあったとは思うんですけども、まあ、ちょっとね、前からの守備でハマるっていうところは前回に引き続いてちょっとないのかなっていうところは気になります。京都は上福本がビルドアップに参加するので、ここにセンターバックとアンカーの川崎を加えたひし形を作るところからスタートするというところで、基本的にはそこまで大きく幅を取ってピッチの横幅を生かしていくっていうよりは狭いところを大きな人数で突破していくっていうところも多いので、サイドバックはどちらかというとその中で唯一幅を取る役割として、まあ、前の方に立ち位置を取るっていうところが多いですね。で、これに対して浦和はこの中央のアンカーの川崎を消しながら、ツートップがサイドを決めるように追い込みたいっていうところですね。ただ京都はサイドバックが高い位置にいる分、このセンターバックの斜めの前のスペースだったりとか、浦和のプレスが届いた時の逃げ道として、インサイドハーフが降りてくるっていうところもよく見せていたのかなと思います。浦和はこれに対して、ボランチの選手がついていっていいのかみたいなところは最初迷いがあったのかなっていう部分はあります。やはり大外にサイドバックがいるので、サイドハーフはどうしてもサイドバックをケアしつつっていうところにもなりますし、その代わりにボランチの選手がついていっていいのかって言われると、まあ、かなりね、持ち場を離れることにはなるので、少し迷いもあったのかなというところです。ただ最初の PK の獲得の時とか飲水タイムとかでも話し合われていたので、大久保だったり岩尾っていうのが同時に前に出過ぎないっていう整理もできていましたし、なるべく2トップがここまで追っていくっていうところですね、もし出てくるのであれば、まあ、そういったところでなるべく中盤の陣形を崩さないっていうのはできていたのかなと思います。ただ右においてはモーベルグの守備のコースの切り方だったり、そういうところはちょっと甘いのかなっていう部分があるので、ここで竹富に入った時に敦貴がかわされてしまったりとか、まあ、そういうシーンは少しあったのかなという印象です。まあ、それで京都が綺麗に前進していたかというと、まあ、そうでもないかなというところですし、まあ、裏側こうめちゃくちゃ混乱していたかというと、まあ、そうでもないですね。ただ中盤から前でボールを奪ってショートカウンターにつなげる、まあ、そういう奪う守備っていう面では少し物足りなかったのかなという印象です。まあ、去年からなんですけど、人数の多いビルドアップっていうのに苦戦することも多い一方で、まあ、前線からの規制がはまってしっかりとサイドに追い込んで、そこから脱出させずにボールを奪ってでショートカウンターにつなげるっていう試合も結構あったので、まあそういう試合は今年はちょっと少ないので、もう少し増やしたいかなっていう印象ですね。ただミドルゾーン以降の撤退した守備っていうのは安定感があって、まあちょっと左はね、関根がサイドバックで出ていたこともあって最初いきなり突破されまくったんですけども、特に他でゴールが生まれそうなピンチらしいピンチっていうのはほとんどなかったと思うので、まあそこは評価できるのかなと思います。3つ目は2失点目について振り返っていこうと思います。ここではこのミスに対しての捉え方っていうところと、なぜミスが起きたのかっていう振り返りと改善点について考えていこうと思います。まあ、2失点目はビルドアップのミスですね。ここの西川のパスが繋がらなくって相手に奪われたところから、まあ、ゴールを許してしまったわけですけども、まあ、結論から言うとこのミスは許容するべきかなというところですね。もちろんミスしていいっていうことではないんですけども、このミスだけを切り取って後ろで繋いでいるからこうなったっていう風に繋ぐこと自体が悪いっていう風に持っていってしまっては、一つのプレーで戦略レベルの狙いっていうのをひっくり返すことになります。サッカーはゲームの構造上全部取りはできないので、何かを捨てて何を得るかっていう選択をするゲームっていうのも一面としてはあるわけですね。で、それぞれメリットデメリットっていうのはあるんですけども、まあそれも1か0ではなくって、まあグラデーションがあるっていうところですよね。なので、なぜ後方から繋いでいるのかっていうのを考えると、それは長いシーズンにおける一つのミスっていうのを避けるためではなくって、まあそれを続けることによって得られるリターンやメリット、つまり1年を通して戦略的に得られるものを得るために選択しているというところですね。なので、一つのプレイだったり、1試合
の戦術レベルの話ではなくって、戦略レベルで得ているメリットっていうのと天秤にかけるべきっていうところですね。まあ分かりやすい例えで言うと、この試合の最後に松尾のクロスバー直撃のチャンスがあったと思うんですけども、あれは岩波から裏へのボールがモベルクに出たところから生まれたんですけども、その抜け出し自体はその前の段階で西川も含めて後方で繋いだからこそ相手の背後にスペースができてビッグチャンスが生まれたっていうところ、まあ、こういうメリットのために1年間引き続きこういうサッカーをしているっていうところですね。まあ、1試合という単位だけで見てもサッカーっていうのは90分っていう時間をどう使っていくかっていうゲームでもあるので、前に飛ばすっていう優先順位を高めるとすると、まあ、2失点目と同じ形の失点自体は少なくなると思うんですけども、その引き換えに90分の内訳で何を差し出すのかっていうところを考えないといけません。まあ、この辺はちょっと話すと長くなるので、今回はこの辺りにしておきます。まあ、なので方向性としては、このミスが出たからといって後ろから繋ぐことをやめるっていうわけではなくって、繋ぐことを続ける上でどう改善していこうかっていう方向を見ることが大事っていうところですね。まあ、なのでこのシーンについて振り返ってどう改善していくべきかっていうことを考えていこうと思います。このシーンでボールが奪われたのは西川のパスが繋がらなかったっていうところですけども、まあ、直接的な原因としては岩尾の受け手のポジショニングが間に合わなかったっていうところかなと思います。この時の盤面を見てみると、前からプレッシングに来ている京都に対して、この最初のプレッシングラインですね、これの背後に大きなスペースがあります。でパスが出た瞬間っていうのはウイングもかなり前に行こうとしているので、このパスが通っていれば相手の3枚の選手を置き去りにすることができるというところですね。このラインより後ろで浦和の選手がボールを持って、しかも大きなスペースでフリーで前を向くことっていうのは、まあ、確実にできただろうなっていうところですね。でこの相手の背後でフリーマンを作れたっていうところは何を意味するかというと、基本的にはボールより後ろにいる相手選手はその後の守備に関与できないっていうことを意味するので、まあ、非常にチャンスになりやすいというところですね。なので西川がここにパスしたっていう選択自体は、まあ、問題があったどころかむしろチャンスにつながるとてもいい選択だったのかなと思います。まあ、ですがなぜボールをここで失ってしまったのかっていうと、まあ、浦和のプレーのスピードが速すぎたからかなと思っています。でそれを見るためにはこのボールを失う一つ前のプレーまで巻き戻ってほしいんですけども、西川からのパスを受けた岩尾はワンタッチで西川にボールを返すんですけども、まあ、そこに原因があるんじゃないかなと思います。西川から岩尾にボールが入った時に京都は宇高がプレッシングを開始するんですね。で背後からこうスピードを上げて岩尾に迫ってくるっていうシーンです。でここで岩尾が素直にボールをワンタッチで返したことで、宇高はプレッシングを開始してスピードに乗ったまま、その西川へのパスを追って西川までプレッシングをかけに行くっていう流れになっています。でよくショルツがバックパスをする前にやるプレーだったりするんですけども、まあ、1回トラップをするだったり、まあ、パスのタイミングを遅らせるフェイクを入れることで宇高のスプリントっていうのを一旦止めることができていれば、まあ、より良かったのかなと思います。例えば1回トラップするだったりとか、まあ、少しフェイクを入れて宇高のプレッシングを流れのまま行かせないようにすることができれば、西川にパスが戻った時に宇高がどこまで来ているかっていうところでもう少し余裕があったのかなというところですね。でそうするとその時間ですね、宇高が西川まで迫ってくる時間も遅くなるので、その分岩尾が次のポジションを取る時間っていうのも確保できたっていうところ、まあ、そうすればこの宇高の裏へのパスっていうのを受ける立ち位置に岩尾も入り直せたというところですね。その時間を確保できたはずというところです。やはり人間のスプリントっていうのは走っている時よりも走り出しの方が遅いので、その走り出したスプリントを一旦止めてあげるっていうところ、それができていれば次の味方も時間が確保できる、で翻って自分が移動する時間も確保できるっていうところ、まあ、それが実現できたのかなというところです。なので浦和としてはボールに一番近い相手をスピードに乗せたままにしてしまったことで、自らが意図していない形でプレーのスピードが上がってしまったっていうところですね。なのでボールを失う一つ前のプレーで簡単にワンタッチでビルドアップを展開せずに一回トラップして止めるだったりとか、まあそういう動きを入れることで宇高のスピードを一旦止めてあげる、そういうことがあれば時間を確保できてボールを失った原因であった立ち位置のところの確保するっていう時間も作れたっていうところですね。
まあそれでもこの時岩尾が触れたかどうかっていうのはかなり際どいプレーですし、西川からパスが出た瞬間の宇高のリアクションからもわかるように、背後でフリーマンを作られた時点で京都のハイプレスっていうのは失敗しかけているんですね。なのですごく紙一重な場面だったんですけども、まあ、勝利に近づくためには、まあ、周囲の声掛けも含めてこういったディテールを突き詰めていくっていうのはやはり大事なのかなと思いました。もちろん失点直後のプレーなので、セーフティーに前に蹴ってしまうっていう選択肢も、まあありだったのかなとは思います。ただ、浦和としてはロングボールを蹴る方が成功する確率は低いですし、まあ、失点直後だからこそ、もう一回勝ち越すぞっていう姿勢を見せに行くことが正しかったかもしれないです。同点に追いついた京都が、次のプレーでハイプレスをかけて、相手に蹴らせてボールを回収できれば、さらに勢いづくっていうことは目に見えますしね。まあこの判断の問題は全て結果論になってしまうので難しいとこなんですけど、まあ、個人的には前半から岩尾をアンカーにして西川を含めたひし形を作って、で繋いで相手の背後にフリーマンを作るっていうことはできていたので、まあ、この判断自体は良かったというか、そこまで怖がって蹴っ飛ばす必要はなかったのかなと思ってます。はい、今日は3つのトピックについて話してきました。確かにミスもあったんですけども、内容を見ればミスがあったとしても勝てた試合だったかなと思っています。まあ、戦術ができるのは最後のシュートを打つところまでで、そこから先は選手個人の力だっていうのはペップ・グアルディオラの言葉なんですけど、この試合では十分に決定的なチャンスですね。つまり最後にシュートを打つ選手が十分なスペースと時間を確保できているかという点では成功していたと言ってもいいと思うので、まあ、この試合については最後に決める人の力が足りなかったって言ってもいいのかなと思います。はい、この試合の感想だったり動画を見ての意見や質問などはぜひコメントしてください。こちらの YouTube チャンネルをはじめ、ダイアログでは浦和レッズをもっとサポートするためのコンテンツを発信しています。また、クラブやチームとサポーターの目線を合わせるために、浦和レッズについて考えて建設的な議論をする文化を作ること、そのコミュニティを皆さんと一緒に作ることを目指しています。この動画を楽しんでいただけた方、目指す文化に共感してくれる方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。